アモールバッハのマルクト広場アモールバッハ、またはアーモールバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に属すし、この町は、バイエルンのオーデンバルト内に位置し、2003年に750年祭を祝った。本市は、公式には11の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町は、もともと、 ベネディクト会修道院を起源とし、その後徐々に発展を続け1253年に都市に昇格した。この町の領主は、ヘッセン、バイエルン、バーデンの間で何度も入れ替わった。1803年から1806年の間は、来人間公領の宮廷所在地であった。1816年に、最終的に、バイエルン王国領となった。1965年、 保養地に指定された。アモールバッハ氏は以下の合併を経ている。アモールバッハの修道院教会、来人間公の館の辞書内には注目すべき図書館や堂々とした修道院教会を有する旧ベネディクト会修道院がある。修道院教会には年間1000人を超える来訪者を数えるシュトゥムオルガンが備えられている。このオルガンは1782年に ヨハン・フィリップ・シュトゥムとヨハン・ハイン・リヒ・シュトゥムの兄弟によって8年間の制作期間を経て完成されたものである。200年間にわたって高い評価を得てきたオルガン制作者一家、シュトゥム家の作品の中でも最大で最重要なこのアモール・バッハのオルガンは南ドイツとフランスのオルガン作りが融合したこの一家の様式と音響が限りなく体現されている。この傑作の響きは 二世紀以上を経た現代でも、ほとんど損なわれることなく、保たれている。19世紀末と20世紀の初めに、それぞれの時代様式に合わせたレジスターが、追加されている。ティーポット博物館を兼ねた、ベルガーコレクションザムルングベルガーミット、低関連ムーゼウムは、少なくとも、ヨーロッパには類例を見ない、博物館である。この博物館には、アルマン、ミハエル・ブーテ、 マルク・シャガール、クリストとジャンヌ・クロード、キース・ヘリング、レベッカ・ホーン、イブ・クライン、ロイリー・キテンスタイン、ナム・ジュン・パイク、ニキド・サンファル、ハッシュルト、ダニエル・スペーリ、ベン・ボーチェ、ディック・ヒギンズといった現代美術作品の他に、ヨーロッパ最大のティーポットコレクションが展示されている。世界中から集められた2467個のティーポットと、 約500個のミニチュアポットが展示されているのである。1488年に建設された10分の1税倉庫は500年前からこの町の中心に位置する建物であった。もともとはマインツ大主教への10分の1税として収められた作物を保存するために建てられたこの建物は1960年代に徹底的な 造改築がなされ、映画館として用いられていた。1991年にこの建物を演芸場に改造した文化サークル、前途書やアモールバッハ EV は、上演演国の調整の他に、歴史的な市街中心に立つこの建物の保存、修復を行っている。アモールバッハの視聴者現在アモールバッハを訪れる、人の多くは、就行人の保養地で、 バロック建築が多くすれこの街に西洋に来るツーリストである。アモール・バッハに定期的に訪れる常連客であったテオドール・アドルノもその知名度工場に寄与している。彼の死後、ホテルにはアドルノの部屋が設けられた。1960年頃から行われている新樹室工業は現在ではわずかな芸術家の需要があるだけである。この市は 1992年に、ヨーロッパのストラメダルを授与された。連邦道 B469 号線は、アモールバッハで B47 号線と合流する。マドンネンラント鉄道とも称される絶賀派、ミルテンベルク線の駅がある。この他、本家庭学校と基礎家庭学校がある。後に、イギリス女王となるビクトリアの両親、ケント公爵、エドワード・オーガスタスと、 公爵夫人ビクトリアはアモールバッハで結婚した。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。